どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はね、信長様がついに最強になります。もちろんね、レベルはもうすでにマックスだったのよね。でこれね、50ってマックスなんだけど、50になってからもさらに5回ぐらいレベルを上げることができるのよ。階級は50から動かないんだけども、限界突破みたいな感じでステータスが若干増える。それがね、5回ぐらいできました。もうすでにね、それは終わってて最強の状態になってます、レベルはね。でそしてまあ技能はね、もちろん全て覚えました。あとね、これだよ、武器の熟練度、これを上げることによって、ステータスがさ、若干空きがあるでしょ。うん、マックスまでなってないじゃない。これをね、この武器熟練度上昇で上げることができます。全部を S ランクにすんのよ。まあこのね、ストックが必要なこと、必要なこと全部上げるのに140万必要でした。まあ信長は刀と大太刀、これはもうすでに S にしてたので、これ以外をすべて S にします。残り78。すごいな。行きましょう。さあ、どれぐらい経験値、経験値じゃない、ステータスが上がるのか。上がっていけ。火縄銃と太刀。これで防御が8上がったね。はいはい。で、アイテムもゲット。はい。まあ、こういう感じで、全部上げてみましょう。終わったね。終わったんだけども、まあ、経験値やら何やら、いくらかもらいました。さあ、どれぐらい経験値じゃない、ステータスいってる。おわら、体力はまあ、マックスだな。体力マックスだけども、他が、若干残ってるぞ。これはどういうことだろうね。他にあげるところは、ないんだけど、これが最大なのか。もしくは、あれか。ユニーク装備か。ユニーク装備つけると、これが上がっちゃうのかな。うわー、どうなんだろう。まあ、とにかく、技能をすべて覚えて、で、そして、武器のランクすべて S ランクにしました。で、レベルもマックス、限界突破もすべて完了。それで、この状態です。まあまあ、とりあえず、一度、どれぐらい強くなったのか、やっていきましょう。では、行きましょう。まだいきなりやりにくい奴らが多いな。やりにくい奴らだわ。あのね、盾と、槍のやつ、超苦手。そこを倒せってことね。ああ、もうここら辺でいいんだ。盾とか槍があるとさ、ほんと動きが制限されるって、心臓が出せなくなるじゃない。あれが嫌なんだよね、マジで。まあ、なんかうまい、やり方はないよね、ないよね。技を出して潰していくっきゃないんだよな。だ、敵す、あ、いたいたいた、もうお前らどんだけおるのここ。こいつら多いわ。またこっちにもいるじゃん。あ、よかった、普通の敵がいた。あ、普通の敵の中に紛れてる。もうやりにくいるね。普通の攻撃してもあんまりひるまないから戦いにくいんだよね、あれ。あと、ああ、剣心がすごい重なってる。よし、次どこだい、倒していこう。でもなんか別にね、ステータス上がったって言っても、まあまあ微弱だからね。上がっても微弱だったから、そんなに強さは変わんないよね。まあまあ、でも満足感はあるよ。危ねえ。
満足感はある、やってやった感があるんだけど、なかなかね難しいよね。これからのねユニーク装備を集めるっていうのがなかなかむずいんだな。あ、いたいた。なんか名だたる武将がいっぱいいるね。まあそういうクエストか、ここは。まあ、特にコンボは気にせず行っていいか。まあ多いね、多い多い。これスキルがね、何を入れれば正解なのかがまだ分かってないんだよね。スキル何が正解なんだろう。お、次松永か。ああ出てきた、目の前。余裕、奮起してないやつだったら全然余裕だね。奮起してるやつが鬼のように強いのよね。まあ、最終ステージとかの信長がね奮起するんだけど、3発で確か死んだかな。3発切られて、普通によ、通常攻撃で3発切られるだけで死ぬからね。必殺技とかじゃない、技とかじゃなくって通常斬りで3発で死ぬからね。鬼だった。もうちょっとで終わり。多いわ、槍が多い。ここは余裕、ここは余裕でしょう。よし、まあ、さすがの攻撃力だな。あとあっちにいるのか、どら。あとあっちに、ちょっと待って待って、急ごう。逃がしたらねちょっと嫌なんで。いた、いけ、倒した、全部いったね。この剣心が相手となろう。どう、剣心どっちいった、ここ、ここ、あ、いた。大丈夫、ノーマルだったら全然いける。うん、奮起していればあんまり寄りたくないけど、ノーマルだったら、おい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 、やりやがるぜ。はい、し、次、あ、敵武将を無双奥義で撃破せよ。全然やってない。まあいいや、次からやっていこう。次から無双でやればいいでしょ。いっぽい、今のうちに将軍を倒してしまえ。大丈夫。あ、いや奮起してるか、いやしてないしてない。奮起してたらもうこんなの比じゃないもん、強さが。はいはいはい、無双儀で1体目終わり。まだいるの、いた。おお、今川君か。よし、こいつも無双儀でできるだけ倒そう。いけるっしょこれぐらいだったら。いけ、おお、びっくりした。次戦ってたしね、オッケー、問題なし。すぐ近く行きましょう。いた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 。あー、でもちょっと待って、無理だ、ゲージ溜まってない。ゲージが溜まってないとかもう最悪じゃん、最悪だ。もういいや、1個ぐらいね、取れなくたっていい。うわ、ゲージが溜まってないとか、なかなかの事故。ここで終わり、これ倒しておしまいだね。あ、いた、また今川だ。セナもいる。あ、なんとかねやりたいんだけどな。おい、倒した、終わり、終わりか。それでは戻ってきました。信長はまあ一応ねレベルもマックス限界突破みたいなのも最大までやって、技能もフル、そして、武器熟練度も全て S ランク、にしたんだけども、若干足りない、若干ステータスが足りない。おそらくユニーク装備じゃない、他にはなんか考えられることがないので、ユニークを取れば残りのステータス埋まるのかな。馬術とか上がる、わかんない。もうこれがマックスなのかもしれないし、
もしかするとダウンロードコンテンツが来て、階級が、もうちょっと上がるようになるとか、まあいろんなこと考えられるけど、まあ今のところできるのはユニーク探しぐらいなので、はい、頑張ってやっていこうと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。